こんにちは、シュです以前ねネザーとネザーで村と村をつなげたんですよねだからすごい短い時間でその村と村に行けるようになってただねこの行く時に敵がねすごい出るんだよねだからそれが邪魔みたいに言ったらコメントでハーフブロックを置くとその敵出ませんよって言われて確かにと思ってそれ前回教えてもらったね前コメントだったのが週はね3歩進んで2歩下がるよねみたいなだからちょっとはね前に進んでんだけど下がる現象あるなと思って 確かに言われてたわ。そこをやって道を作ったんだよね。ちょっと分かりづらいんだけど。で、もう一個案があったのが、その、ハーフブロックの案と、なんかドームみたいにすれば、その敵が出ませんよ、みたいな。こんな感じだよね。上に屋根つけるみたいな感じかな。え、なるほどと思って、あと言われたのが、その、丸石ならいいよって。なんか火入ってくる敵いるんですよね。で、丸石ならあんま燃えづらくて広がらないよ、みたいな。私のこの、今置いてるやつかな。これだと、 多分燃えちゃうんじゃないかな前回何でしたっけなんとかっていう非白的に出会ったんだよね。名前忘れちゃったんだけど。そう、こういうとことかに出るんだよね。その、あれが、敵が。いや、だからミスったなと思って、ハーフブロックでやればよかった。そう、教えてもらってたんだけどね。忘れちゃってたんだよね。さあ、で、今回何してるかっていうと、私、前回青い炎を見つけたんだよね。あれ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 。あの、青い炎がすごい気になってて、ちょ、ここ、怖いな。 なんか狭いよね。ワンチャン落ちそうなんで。ゃあ付け足しとこうか。ね。足場はいくら、あってもいいから。ここになんだっけなあ,あいつが出たんだよな前回。なんとかってやつ。いや、あの青い炎、やば。超ワクワクするんだけど。なんかあっち側に弓持ってる敵いるぞ。え、ここって敵いるんですか皆さん。なんか私、あの弓持ってるやつ、スケルトンでしたっけ なんかそれらしき影があるな。ちょ、行ってみようか。一回このモードで行って。えー、青い炎って何の意味があるんだろう。当てたいな。ちょ、待って、あいつらの住みだな、ここ。行って、お前、やるってんのか、私と。待って、おそう、盾て装備すると。行け行け。いいぞ、今だチュチュよし、まだいたよね。覚えてるよ、私。 おらおら何 ?2 対1は卑怯よで、おら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 ,おら,おらよしあと1体お前、ガラストの人々だな。おら行け行けよし行くんだ私よしもういないか。どうしようかな青い炎調べようかな、今、ここで。これはなんだ骨か 骨なのかちょ、掘ってみようかわかんないけど。なんかもったいないけど、ダイヤのピケット貼ろう。おこれあれじゃん化石ってやつじゃないなんだっけ前前回教えて、あいつだいたよみんなこいつこれは、火を跳ね返せるらしい。いた火を跳ね返せるらしい。いくよほら火を跳ね返せるらしい。ほら 待ってこいつの炎だやば,いやばいやばいやばい,いっやばいいいやば早く危ねえ。あいつの炎って青いんだええー。なんか弓でやるのと、なんかタイミングよくあればあの炎を弾き返せますよってコメントあったんだけど、いやあいつ絶対許せない。ね。 あいつ、ここ縄張りとしてるんだ。一応、松明置いとこう。ね。松明あれば敵でなさそうだし。ま、あ果たして意味があるのか分かんないけど。またあいついるわ、スケルトン。ちょ、やっちゃうか。待って。あのスケルトンやって、私、弓持ってくるわ。弓持ってきて、あいつ倒しに行く。いや、うまくなったもんだな、時も。この縦をしっかり、うまいうますぎるあいつの音するぞ。いや、あいつの音する いたくそ、お前待ってるよ、マジで。マジでボコボコにしてやるからな。なんでこれ走るの遅いんだ、あっちき。お私あちきの通路に小人がいる。使っていいぞ。おなんかあちきの通路をすごい使ってくれてるね。なんか住民に使ってもらうとちょっと嬉しいね。さあみんなあちきの弓が、なんかボロボロのしかないな。ただこれ前コメントで教えてもらったのが、そのボロボロなのとボロボロなのをやると、 なんかいいやつできますよって言われたんでいいやつっていうか耐久値が戻りますよって言われたんだけどこれ見て射撃増加3で射撃増加1なんだよねこれなるとあ普通の弓になっちゃうっていうか弓作ればいいのか普通に頭いいな私さあみんな弓作りますで今日の私はね一味違いよ弓作った後に何をするかっていうと私ちゃんとこれ作ってるもんねやべもう夜が明けてきた これでさらに、え、これ私見て下の経験値。19経験値ある。これ結構多いんじゃないカウンストとかあんのかな ?99 までとか。これ作ろうか。どうなった耐久力か。火力上げたかったけどね。まあ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 。じゃ、行ってくるわ、さっきんとこ。いや、みんな、これ私矢が足りないなと思ったんだけどき、光の矢ってこれ、ゼルダ以外で光の矢なんてあるんだ さあみんなあいつの名前調べてきた。ガストだ。私、キスキ派だってからもわかんなかった。行ってくるぜ。で、弓持って、さあ、なあ、お前ら復活してんのかよ。さあ、どこにいるあいつ。絶対ここがあいつの住みかなんだよな。えあ、上にもすごい広がってる。どこにいるあいつわ。あいつが荒らした後ある。 おい、こういうよ、ビビってんのかあたきちに。ちなみにあっちがビビってるぞ。うわ、あっち側行きてえけど。なんか、渡ってる最中に、狙われんのが一番ずるいから。え、どうしよう。行くあっち側。なんか、今までにない感じしてるよね。やめろよ。 やめろよ。いいよ、いいよ。嘘イエーあぶね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 なんかレシピゲットしたしやばいガチやばい一回、なんでこれ歩くの遅くなんだみんなあ、これ泥沼なんだ。沼地というか。待ってろよお前。 ちょ、パンだけもぐもぐさせてくれ。お前、見てろよ。いたいたいた来いよ来いよちょりゃっえ、ことえあれあれ <laughs> 嬉しい <laughs>。いやー。聞いてよ。私倒しちゃったんだよ、あいつ。ガスト。スきアじゃなくてガストなんだって。 ねえ、倒しちゃった。よー、あいつ。一発か、攻撃重視なんだな。攻撃力全特化型なんだね。え、多分もう湧かないんじゃないかな。ねえ。みんな言いたいことあると思うんだよね。なんでガストがい,いるのに橋をつけるのかって。そりゃ橋作りてえからだよ。いいぞ。いや、やっちゃったね。ガチ嬉しいぞ、あちくし。 でこれどうやって降りたらいいんだみんなうんーあっち側行きたいよねなんかネザーじゃない床なんだよなここ死ぬなオッケー一きましょうでうわこれ地面が泥になってんだ掘れんのかなで待って帰り道だけみんな準備してくるわおい嘘だろお前 まだいんのか。懲りないねまた私やられに来たのかい懲りないねやばいあぶねえあぶねえやばいやばいぞこの沼に足を取られてる炭治郎モードになってそれ。くっそあいつバレー部バリのあたくしの声をかわしてきているあいつ いや、決着をつけようぜ。くっそー。ダメだ、あいつほっとくとやばい。私の平穏な日常が。どこ行ったどこ行った、あいつ。しかもなんか登ってきてる子いる。決まっ,った、私。いた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  なんかいっぱいいる。弓少ねえのに。あっちにもいる。どうしたらいいみんな。一回ツルハシ持って、来た帽系がボぼ、ぼ、帽系が当たんねえんだけど になってるあいつのガストのやりたい放題ゲームズになってるどうするそれかここにでっかい壁立てるウォールマリアみたいなバカがはさっきの子一回でおーしまだいたもんなどうしようこれ 片時も目を離せないよね。あ、ああ <laughs> めるな、ね、よ、赤像がボケがやばいやばいおらおらおこういうこと跳ね返すって剣で跳ね返すのかと思ったら、なんか弓で弾き返せたよ。もういないよねー。 ね、探索させて、わたくしに。じゃあ、ちきま何してるかっていうと、帰りのルートを掘ってるんだよね。ちょ、パンでこれ掘れる掘れんのかよ。お、なんか経験値落ちてるぞ。あ、そうか、あいつ倒すと経験値もらえるのか。お、あ、ちきの、外した弓も落ちてる。やったぜ。よし、みんなできた。これで、おそらく帰り道ができて、よーし、じゃあ、こっから探検いくか。 なんか化石結構レアみたいのあったけど、いっぱい置いてあるよね。これも、おそらく化石だよね。ちょ、パンだけ食べとこうか。うわぁ。すごい、初めてこんなにネザーに潜り込んだ私、私油断はダメよ。常に、初心者の心を持って私いや、でも嬉しいななんか、ネザーの拠点ができた感じだね。そんな感じしませんすごい嬉しい。うーん。 一応こっ,ち側行ってみるこの今あっちでまっすぐ向いてる方なんかどうしても,もうちょい探検したくてうーんでもこいつしかいないんだよなあねちょ足場が悪いなこれ落ちるか落ちてくれんならそれが一番ありがたいけどあもういいや構わないで復活してくるかなあいついやでもなんもないぞねいやーこの青い炎が私に分析によると まあ、ガストがいた形跡というだけで別にそんなレアじゃないっていうのが私の今回の分析結果だね。しかもめっちゃ化石あるしね、これ。これも化石でしょ、きっと。よっしゃ、じゃあ今日は帰るか。いや、でも今日ガストを倒せたっていうのすごい嬉しいな。なんか一歩ずつ上達してる感じあるよね。嬉しいわ、普通に。うわ、この炎はねちょ、消えないのかななんか、あ、そういえばコメントもらったわ。炎は殴れば消えますよって。ね。 なんか、シューいつもその、ブロックとか置いてたんだよな私だから、ブロックとか置かなくても消せるよっていうのを教えてもらって。いや、皆さんありがとうございます。牛多いな、ピグリン。そう、皆さん私桜作りたくて、とりあえずまだ材料が足りないんだよね。これってどうなるあー地味というか小さいな、これ。これ、干しくれるかあ、干しくれはするんだ。え、どうしよう。この桜の苗木でとりあえず、桜いっぱい作って回収したいんだよね。 どこに植えようまあとりあえずここらへんに植えとくかなんかあんのかな切って半径何センチになんもな,ない状況じゃないと咲きませんとかねそうだったらせっかくね取ってきたのもったいないしここに1回植えてみるえー、なんか違いそうあーでも回収できるんだじゃとりあえずおいおいあってんのかなおいまあでもなんかコメントでもらったな ちょっと調べようあとでなんかそれをやればすごい何ていうの咲くのが早くなるっていうか成長が早くなるのかななんかあったんでちょっととりあえず植えてみてこれいいよねミスっても多分回収できるからこ回収の手間だけだと思うんだよな、ね、あはこれミスってた場合、まあ、そう考えると結構優しいというかうわー楽しみまさかこのね私の村が 桜の村になるなんてね、最初来た時は思ってなかったな。っていうか、こんなこの村に、ね、私いるなんて思ってなかったね。私のね、この何でしたっけ、マイクラ始めて、一番最初になっちうの、リスポーンっていうか、一番最初の初期の場所から近かったのがこの村なんだよね。だからもう、運命としか言いようがないよね。これは何だうーん、これはあれかな。なんか、 レシピでいっぱい桜のができるみたいな。ちょっと粉骨調べてみていいみんな分かったかもしんない。なんか骨をやるとできるみたいな。だからさっきのあのスケルトン。あいつをやっつけたのは無駄ではなかった。これをやるとあ、これかあ、これじゃん私ずっとね、これ何かなと思ってて。なんか、おこれでさらにレシピできた。これあるじゃないですか。で、こうなんか、こう探してた時に、いつもこれね、お、なんだこれ。こう探してた時に、 左上だ。いつもこれ鼻かんだ誰かのティッシュだと思ってたんだよね汚ねえなと思ってたんだけどこれがね骨粉なんだね初めて知ったわ。でこの鼻かんだティッシュをどうやればいいんだ。ふりかけみたいにかけんのかとりあえずよくわかんないけどじゃあうわ綺麗だなこのリトルサイズでも綺麗なんだよな。おお。ええええええ。ショ。<laughs> しょ やばマインクラス史上一番震えてるあっちえこんな鼻噛んだティッシュすごかったんだ舐めてましたやばい全部使っちゃった骨やばい骨全部使っちゃったてか距離近やばいな距離があまりに近いところにやっちゃったけどどうしようこれ距離近いよね絶対うわっ これ何、何回も鼻噛んだティッシュやる時ときと一回で鼻噛んだティッシュ行くときの差は何なんだろう ?1。2。3。あら。なくなっちまいました。すご。ちょ、これ回収しとこう。なんか距離が思ったより近いわ。うわっていうか、スケルトンの骨強ええー、やばテンション爆上がり。 え、どうしようかななんか今日はね、この桜の木をちょっと育てようっていうので、なんか家を作ることはあんま考えてなかったんだよね。ただこんなすぐ出来上がるならワンチャン、家作るか、ちょ桜のレシピ見てみていいあるよね、絶対。あー、みんなもいって桃色の染料だって。これは何なんだろうちょっとやってみようか。あ、ていうかまだ骨あんじゃん。これはあれあれ 置けないぞあ色つけれるみたいなやつこれもしかしてだからなんかに色つけれるんだきっとただどれにつけれるか分かんないななんかガードしちゃうなこれあベッドとか違うかこのね白のベッドをピンク色にできんのかなと思ってそういうわけじゃないんだでも多分そうだよね色を与えるモンスターだと思うんだよねこれ。 うわぁ。桃色の、あこういうのに使うんだ。あー。だからこれ、桃色の、あれだから、ベッドにできると。これで。あ、でもベッドがあるぞ。あ、ベッドとベッドでそもそもできると。あ、なるほどね。あれを持ってきてここで合成させないといけないんだ。え、じゃあ私桃色のベッドにしよう。うわ、静かちゃんみたく家にするテーマ静かちゃんちみたいな。ね。 じゃあ、ちのび太くんやるか。し、しずかちゃんの家は、こんな感じでゲス。<laughs> 誰 <laughs> 私のイメージするのび太くん。だから、これに、ベッドをやるとうわぁ、すげえ、しずかちゃんちのベッドできちゃったみんな。ね、のび太大歓喜の前なんだけど、っていうか、これ汚いなぁ。全部ぶち壊すこれ。ねどうしよう。ただ、 これガラスね、回収しときたいんだけど、確かガラスのうわ綺麗桜。回収って、シルクタッチじゃないと取れないよね。私今できないんじゃないかな、シルクタッチ。だから全部壊しちゃうことになるんだけど、それやだな。あ、でも見てピンクのやつが、これしかない。ね。もっとピンクなのないのかなおう。あ、ロウソクとか。そうかなるほど。これで基本色つけてくんだ。ね。 これがかなり大事になってくるかもしんない。はい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 。また鼻かんだティッシュあんな。これで、ああ、いいじゃん。で、これはハサミで切れますよってコメントがあったから、しっかり皆様のコメントは読んでいますと。どうしよう。でも家次回かな。すげえよ、ハサミ。だからこれハサミで全部借り放題だもんね。 悩むなぁ。壊すかこれ。この私のおもちゃバウス。じゃあみんな、壊すか。ありがとう。<laughs> 私の、これシルクタッチ攻めてしたいんだけどできないかなガラス回収したい。これシルクタッチでしたっけつけるのってこれにしかできないのかな私、未まだにそれよくわかってないんだけど、これでついたりしないんですかね うーんなんか耐久力とかしかないんだけどどういう子なんだろうこれこれがいまいち分かってないんだけど耐久力このダイヤのツルハシはこれもあれになっちゃうのかなあーじあちょっマジっすミスったミスった,た耐久力あ効率強化とかあるあ効率強化になっちゃったあこれスコップとかでもいいのか別にじゃあみんなお別れえなんか背景も相まって卒業見たくなってる ありがとう出席番号1番青木君はこのクラスの誰よりも輝いてませんでしたね先生も欠席してもいるものだと思ってました出席番号2番井上君は部活のリーダーでしたねでもベンチでしたね出席番号うわ卒業シーズンみたい えガチ悲しいええー、うわこれでね歌流したいよね旅立ちの日とかねそうすると会えるんだろうなありがとな私の第二の家別にここを壊さなくてもいいのかなんか壊してから思ったけど別に違うところに建てればいいんじゃないのいやでもな もう右手壊してるからな正直止めたいわち右手今もうみんながいるならわは右手を奪ってほしいねもう無理やりでも止めてほしいこの手をでももう止まらねえ一度壊したものは止まらねえあーひびが入っているコナン君の名言でね言葉は刃物なんだよみたいなね一度出したそれは相手を傷つけるみたいな これは狂気にもななりかねないみたいいなねコナン君の名言があっていや、いい名言だよね。わちくも人生で一度は使いたいね。コナン見てない人に伝えたいよね。なんか、コナン見てる人に言うと、それコナンの言葉じゃねってなるから、なんかコナン見たことない、なんか小学生とかに言いたいね。小学生に、お前、今、雄タに何つったみたいなね。言葉は刃物なんだよ、みたいな。一度使った言葉は取り消せねえよ、みたいな。 それで一生の友達を失うこともあるからね気をつけろよってうわーでも見栄え悪かったよなこの家ねトップレベルで見栄え悪かったと思うまず地面が汚い <laughs> 本当に何この地面地面も汚いしいや扉あでも扉あこれ桜の扉とかにもしたいよねピンク一面にしたいからうわーすげえ こんなあらになるんななわにるだね私の家たちがうわーこれせっかく作ったのになー砂から作れるんだっけしたっけ確かこのガラスって本当はねーいやでも桜のイメージとしてはやっぱ海をつけたいよね海っていうか外が海にあるみたいなちょっと日本語下手くそうだね家にいるんだけどこのガラス越しに海が見えるみたいなでその海の中には ウーパールーパーが泳いでるみたいなこれあっちきねウーパールーパー確か下にいるんですよね昔ね捕まえてきたんですよねだからこのウーパールーパーちゃんはなんかコメントでスーパールーパーとか言われてたけどこのウーパールーパーちゃんはちゃんとねもっとこうみたいなそういう感じねうわーどんどん壊れてグハ旅立ちの日にだ <laughs> すごい綺麗な桜たちいやーこれパートどれぐらいでしたっけ ハート8とかで作ったのかなこの私のガラスの家。なんか馬小屋とかやれる時もあったけど。なんか私一番最初馬小屋作ったんですよね。そしたらその馬小屋がただでかくなっただけみたいな。みんなのありがたいコメント待って。うわーうわーこれも取って。あ、ウパルパ。え、これ地面どうしようまあ、ガラスは全部割っちゃうか。ね。 ガラス全部割っちゃおう。うわあ、今度から木どこで寝よう寝る場所ねえ。しずかちゃんのベッドは、とりあえずどうしようかな。これに置いとくか、しずかちゃんのベッド。置いといて。わあ、うわあ、ごめんな、ウパルパに。ウパルパに。破片が入っちまう。これ地面も桜にしたいから。いや、でも地面桜にしたらあれか。 ウーパールーパーじゃんじゅうじゅ落ちゃったウーパールーパーちゃん見えなくなっちゃうかいけキャッチウーパーちゃんウーパーちゃんキャッチキャッチクソウーパーちゃんあごめん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 ,ごめんウーパーちゃんクソウーパーちゃんがキャッチできない全然みんなウーパーちゃんをねゲットできる方法を見つけたね自力分ぶんで追い込めばいいんじゃないこんな感じででウーパーちゃんを追い込んでいいぞさすがにこれなら どこ行ったウッパちゃん。あ、行った。で、これで、キッチと。あれやばいやばいやばい、死ぬ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 大丈夫かあれやばい。やばいぞみんな嘘だろ水はなくなっちまった やばいやばいやばい。やばいウーパーちゃん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 待ってろやばい、これ絶対全員限間ある。私にはわかる。長年ウーパーちゃんといた私ならみんなにわかんないかもしれないけど、長年ウーパーちゃんといた私にはわかる。急ウーパーちゃん入れってやったー危ねー、ウーパーちゃんそうか。水に入れてないと入んなかったのか。ごめんな、ウーパーちゃん。ちょっと引っ越しまでここで休んでてね。 連れてくるからね、絶対に。さあ、ちょ、ここ綺麗にしようかな。なんかすごい汚いよね。いや、みんな見て、桜の原木でめっちゃ桜のできることを知って。いや、暑いぞ、これマジで。どうしようかな。これが本来の、あ、すげえ、これでめっちゃレシピ増えるはずじゃん。さあ、みんなちょっとだけ作ってきたね。なんか家のイメージがね、作ろう作ろうと思ってたんだけど、まだ思いつかなくて、とりあえず地下ちょっとだけ掘ってきたね。いや、家どうしようかな。 なんか、ここにね、私、荷物を収納したいなと思って、今持ってるやつ。ね、いいよね。上にあるやつ、を下に持っていくみたいな。まあ、今回はやらないんだけど、みたいな、そういう感じだね。いや、どうしようかなー。全然のイメージがつかないんだよな、私。まあ、とりあえず、ベッドだけここにあると、あれなんで、下に置こうか。いや、これ作ってる時ね、ろうそくつけなかったからね、ここに、なんか雲とかいっぱい出たんだよね。じゃあ、<laughs> 王のベッドということで、これ私、あ、ちょっと浮いてるな。 これあれあつけけたんんだだよねなんだっけ半分の床だからちょっと浮いてんのかなね初めて使ってみたね。いや、でもいいんじゃないなかなか。ちょ、ここくらいね。ここの上にローソク立ててこうか。はいよ。まあ、いいんじゃないかな。まあ、これで、どうしよう。なんかみんな家のアドバイスあったら教えてほしいな。こうしたらかっこいいですよとか。ね。まあ、ここは崩したくないよね。ここをなんか中心点にして広げていきたいから。まあ、そんな感じかな。バイバイ。